自分アニ特集。はい、このコーナーはアニメに関する渋アニ独自の特集コーナーです。今回はウィンドブレーカーのキャラクターソングについて取材しました。キャラソンですって。はい、すごいっすね。なんか最近キャラソンってそこまで多く出てるわけじゃないですよね、多分ね。本当に我々の世代ってこう一つずつのキャラソン買って出てくるシークレットキャラソンみたいなあったりました。ありました、うん、あったあったあった。だからもう必須だったじゃないですか。いや、キャラソンの全盛期かもしれないですよ、我々の時代は。キャラソン行ったらもうちょっと一人前っていう感じ。ありました、あったあったあった、うん、なんか解釈が広がるし深まるんですよね。とにかくアニメの中で出てる曲が多かったですよね、うんうん、さあ、そしてキャラソンにすごい仕掛けが隠されてるようなんですけど。はい、そうなんです。それではご覧ください。 VTR スタート。あー、かわいく。俺は風林高校さくらはるかだ。ヘドが出る。今期最注目新世代ヤンキーアニメウィンドブレーカー。渋谷ジャックにはファンが殺到。ポップアップストアは連日大盛況で、一大旋風を巻き起こすウィンブレがこの度新たなプロジェクトを始動させた。それがキャラクターソング制作プロジェクトスマッシュアップ。2つのキャラソンをマッシュアップ、つまり合体させ、キャラクター同士がまるで音楽で対話しているように聞こえる前代未聞のキャラクターソング制作プロジェクト。実はこのプロジェクト、喧嘩は対話よ、さくらくん。暴風林壮大、梅宮はじめのこの言葉にインスピレーションを受けて始まりました。本プロジェクトの第1弾は、さくらはるかと杉下京太郎それぞれのキャラクターソングを制作。その2曲をマッシュアップする。俺は喧嘩でてっぺん取りに来たんだぜ。てっぺんを目指しまっすぐ戦う主人公のさくらと、あの人が梅宮さんだ、うるせえな。梅宮に忠誠を誓い崇拝する寡黙な杉下。まさに犬猿の中、相入れない2人という異色の組み合わせ。そんな2人が音楽で対話し合う。まずは先日解禁されたそれぞれのキャラクターソングを紹介。主人公のさくらのキャラソン、エイム4がこちら。そして杉下のキャラソン、フォーティチュードがこちら。曲が合わさると一体どんな曲が生まれるのか。合わさる。さくらはるかのキャラソンを歌った内田優馬さんにキャラソンがマッシュアップされることについて聞いてみました。未知数も未知数で一体どんな風になるのかがもう正直こう本当ドキドキしていますね。ある意味こう犬猿の中な2人なんですけど、まあ、歌でこう混ざった時にどんな化学反応が生まれるんだろうっていうのはすごく楽しみなところなのかなとは思います。歌った本人も完成形が未知数。そんな2人のマッシュアップソングを本日渋アニで初解禁。その曲のタイトルはエイムフォーティチュード。全く異なる2人の曲が歯車のように噛み合う瞬間に注目。すごいじゃん。この間完璧なマッシュアップを実現させたある仕掛けを徹底解説。いや、すごいことになって、おしゃれ。進化してますね。
ということで今回は特別にさくらはるか AIM4 の作詞共作曲、そして杉下京太郎フォーティチュードの作詞共作曲を手掛けられた岡田和成さんと本プロジェクトの音楽ディレクターをご担当のアニプレックス西田圭樹さんにお越しいただきました。あら、来ていただいてありがとうございます。はい、もっと詳しくね、はい、いろいろご説明いただきたいんですけれども、そんなことなかったんじゃないですか、今まで誰が やろうって言い出すんですかこれ、ね、うん、あら、あら、なんか言い出しそう、すごい。いやーなんかかっこいいですけれども、じゃあもうもともとそういう風に合わせようと思って作った感じなんですか。まさに、はあ、その通り、その、まあ、さっき V にもあったんですけど、その梅宮の喧嘩は対話よっていう言葉をヒントにですね、うん、その、はい、なんか音楽でそのウィンドブレーカーならではの面白いことができないかなと思いまして、まあ、普通のこうデュエット、まあ、よくあるじゃないですか、はいはいはい、じゃなくてそれぞれの楽曲がありながらそのマッシュアップっていうのを前提として、はい、キーとテンポとコード進行を同じにしましょう、ね、なるほどね。それが最終的に合体して今聴いていただいた感じになってる。違う曲に聞こえましたけど、ちょっともう一回聴いてみたい、あ、そうですね、では早速お願いします。はい、やってくれるんですか。はい、そうですね、今日はその、まあ、今聴いていただいたのは完成音源なんですけれども、はい、一体まあどういうことになってるのかっていうのをちょっといろいろそぎ落とした状態で、はい、こういう仕組みになってますっていうのをちょっとはいはいはい、PC を持ってきましたので説明しようかなと、はい、はい、思ってます。理解できるかな、はい、今これ3つトラック用意してるんですけど、はい、これ一番上がさくらくんの曲、さくらくんの歌のデータですね、さくらの歌だけの、はい、で真ん中が杉下くんの歌のデータ、歌だけので一番下がこの下に譜面も用意してあるんですけど、うん、本当にいわゆる一番シンプルにピアノで演奏して、コードだけで、そう、コードだけを演奏したっていう状態、はいはいはい、なのでまず最初にこのじゃあコード進行に合わせてさくらくんのボーカルで一回弾いてみたいと思います。はい、じゃあ流しますね。ノックアウト不本、そんなん聞かなくていい、自分の価値決めるのはいつだってマイセーフ、世界 Who knows、 ただ見てみたいだけ、この腕触れるマウンテンタップ、うん、はい、という感じ、まあ、全然自然な感じなんですね、はいはいはい、まあ、もちろんね、そうなんですけど、これで同じコード進行でじゃあ杉下くんのどうなのかっていうのがこちらです。おー、やっぱ全然カメラ違うけど全然違う風に鳴り響かせ、ワンモーワンモー、変わらない誓いを鼓動の音で示す、バンバン、なるほどね。そうで、これをじゃあいざ、はい、せっかくマッシュアップ解禁したばっかりなんで、はい、流してみたいと思います。はい、いきます。ノカウトコーボー、そんなん聞かなくていい、自分の価値決めるのはいつだってマイセーフ、鳴り響かせ、この歌を見てみたいだけ、この音で締めるマウンテンタップ、バンバン、あー、かっこいい、なった、天才だよあんたたちは。ちょっと歌メロも上下みたいな感じにちょっとなって、そうとか、あと間を縫うように作ったそれぞれ の, キャラクターの特性に合わせた感じで曲も実は作ってまして、はあ、これ多分波形見てもらったら分かるんですけど、さくらだけちょっと頭出てるの分かります、うん、ああ、そうですね、これちょっとシンコペーションって音楽的技法になるんですけど、はい、小説またいで先に来 る, こう、なるほど、素早さ、スピーディー感を演出してまして、逆に杉下の方は一回置いてるんですよ、ね、なるほど、その、まあ、不屈の精神みたいな、こう頑丈さみたいなのを表してそれを絡み合わせる、うわー、洒落てる、シンコペーションで、ね、キャラクターの解釈されてるっていうのが、ね、アニメの番組でシンコペーションって聞くと思わなかった、生きてて初めて聞きました、ね、我々がやりたい場合はラジカセをこうやってやればいい、どうやってやったんですか、これなんか出るんですか、そのなんていうの、合わさったやつが出たりするんですか。出ます。出る、はい、パッケージの特典 CD、はい、来月発売の2巻の、はい、はい、収録、はい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 、そうなんですよ、今回特集した楽曲ですね、テレビアニメウィンドブレーカーのブルーレイ、DVD の第2巻に収録されます。危ない危ない、ね、自分でやるとなんかあ、ちょっとあ、ずれちゃった、ちゃんと聞けます、ご安心してください。ぜひイヤホンで聞くと右左から2人が、なるほどね、こう、めっちゃ気持ちいいじゃないですか、1個取ったら片方で、まあそうですね、そうなると こういうのがすごい、こっちこっち、さくらみたいな、そうそうそう、ここもすごい細かな差で調整して、うわー、すごい、すごこだわりの
そしてさらにですね、はい、ここで新情報がございます、うん、こちらのプロジェクトの第2弾は千葉翔也さん演じるミレイ明彦と、島崎信長さん演じる須郷隼人に決定いたしました。2人でそうなんです。こちらの楽曲は9月25日水曜日発売のブルーレイ DVD 第4巻に収録されるということで、どんな楽曲になるのかお楽しみにということなんです。これも何かしらの仕掛けもあったりするのかな。あるでしょうね。なんかもうここで期待値が絶対上がってますもんね。1回目でこれやっちゃったら、はい、首絞めてないですか自分の。もう1回やれもう1回やれって言われて、譜面が欲しい。確かにね、ここから見えてくる景色があるじゃないですか。いやなんかそこまで考えてね、うん、はい、やってるんだ。楽しみがいっぱいです、はい、はい、ということで岡田さん、西田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。